ポンちゃんおはよう。ポンちゃんもだいぶ落ち着いてきたね。はい、そこに襟巻きジャン君おはよう。結構朝早くから甘えてたね、今日ね。この襟巻きナポレオンじゃなくてエリザベスカラー、結構いいですね。この直径の小ささが、ジャン君の行動にあまりこうなんていうかな、邪魔をしないというか、ただちょっとでも、引っかかるとっていうか、こう触った感じになると、もうその先行かないので、さっきですね、ポンちゃんが勝手に扉を自分の横幅だけ開けて出ていくんですけれども、その幅よりもこれの方が広かったんで行かなかったです、ジャン君は。今はあまり隣の部屋とかね、複雑な行動をとってほしくないので助かりました。ポンちゃんありがとう。ポンちゃん時々いっぱい開けるそうなのよ、ガラってすごい開けちゃう時があるもんね。人間が通れるほど開ける時あるよね、うん、ジャン君、ジャン君ほらこっちおいで、ここ開いてるよ。いいの？なんかそんなとこで眠くなっちゃったの？よいしょ。昨日から今日に、昨日そういえば夜にね、東北の方で地震があってちょっとビビりました。大きな地震ではなくて細かいのが長く続いたのでちょっと、ビビりましたけれども、この子たちはなんとか、落ち着かせてですね、ちょっとパニックになられると今日はやめてっていう感じだったので、なんとかなだめていました。はい、そしてジャン君はパパとママの間に入って甘えています。ジャン君、よかったね。はい、ジャン君、はい、いいかね。多分だけど、傷口の方も、悪くはなってないと思われます。ちょっとね、体を裏返して見てみたいんだけど、それもストレスかと思うので、何かの時にちょっと覗き見をするような形でいきたいかな。そうだね、はい、やんくん、ぐるぐるいってるな。毎日 0.4cc ずつあげる薬ですね、液体にしている薬。これ昨日は夕方6時くらいだったかな、5時過ぎかね、あげましたので、毎日同じ時間にあげてくれということですので、5時になったらまたあげます。さあ今のとこ順調です。このエア入りのエリザベスカラーは寝心地がいいようです。ちょうど枕にね、なってるみたいだね。ジャン君気持ちいい？ジャン君、宇宙服みたいだね。ジャン君、でもなんかちょうどいい顎の背になってる、寝るの楽ちんそうだよね。寝る時の枕にはうってつけです。さっきいびきをかいて寝ていました、この人。よかったね、ちょっと疲れた。ご飯を食べるのにもちょうどこれをクッションにして力を入れずに食べられてたけど、ちょっと喉詰まるかな。大丈夫？大丈夫かな。大丈夫ジャン君、カリカリもいいですか？まあ、ごちそうさま。じゃあ向こうに、いつものところに置いとくね。うん、ポンちゃんのもいただからね、ポンちゃん。
ちゃんくん、傷口は到達していませんよね。うん。それ以外を毛繕いできてるのね。うん。はい、そしてポンちゃんは穏やかにお休み中ですね。うん、さっきご飯とかも食べたしね。お便りも行ったしね。ジャックの方の病状というか経過を、お話しするとですね、トイレの数がめっきり減りました。たまにしか行かない感じですね。まあ、健康だった頃のペースに戻ったようです。で、血尿は出てるのかもしれないね。あとね、トイレの外にしてしまうという部分も少なくなってんのかな、うん、ちょっとやってるところを僕はね見てないので。これあれさ、昨日、今朝取り替えたんだ。あ、そう。一番右ね、少しやってるで、外にね。いや、2枚目のね、2枚目は昨日のままなの。すごいちょっぴりだから、右のやつがちょっと、うん、いくつか大きくなってたから取り替えて、真ん中はねもうちょっとかなと思って。そう、ちゃんと治ってるかな。多分右は全然汚れてないから、うん、今日はお外にはまだ一度もしていないみたい。はい、です、順調と言っていいかと思います。今日も夕方5時過ぎにですね、0.4mg0.4cc の薬をあげました。